今日は滝沢秀明についてジャーニーさんが話すみたい。私は博多に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとゆうたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。滝沢が新会社を設立したわね。なんとなく想像はできていたけどね。私もいつかはプロダクションを立ち上げるんじゃないかって思っていたけどね。ジャニーズとは競合相手になるね。競合なんてならないわよ。すごい自信だね。腐ってもジャニーズって感じ？逆よ。絶対に滝沢のプロダクションの方が勝つわよ。なんでそう思うの？だってジャニーズを辞めた有望株たちが所属するのよ。有望株たちって誰？田中幸喜とか。ふざけてる？ふざけてないわよ。あんなに世間を騒がすことができるタレント他にいる？そういう意味では有望株だね。ジャニーズからもニュースの増田が移籍する予定よ。マジでその情報はどうでもいいよ。全然興味ないよ。僕も世間も。他には目黒も移籍候補に上がってるんだよ。目黒が移籍することになったら一大事だよ。本当なの？目黒は目黒でも勇気の方よ。目黒勇気？今の人たちがわからない人をネタにするのはやめなよ。